では始めさせていただきたいと思います。今日 CNA 系が多いので、私もちょっと CNA にまつわる苦い思い出を一言ぐらい喋ろうかなと思うんですけど、ちなみにこれサーフェスブックなんですね。こう私は、GPU が積んでると、NVIDIA の GPU 積んでると聞いていたので、いや、俺もとうとう手元の PC であの CNA 回せるようになったんだって言ってですね、こう喜びさんでやったわけなんですけど、ちょっとふっとエラーが出てですね、あれどうしたんだと。あなたのネットワークはこのメモリに乗り切りませんと言ってね、要するにですね、僕が一生懸命こしらえたあの CNN はですね、メモリ不足でもう GPU に乗らないという事実が明らかになって、それで泣く泣く Amazon にお布施をして GPU インスタンスを使ったんですけど、だから GPU を使う時のそのメモリとかその CNN を学習させる時のリソースって結構大変なものがあるので、CPU でやると3日ぐらいでかかるものが GPU で数時間で終わるとかが、そういう世界なので、なかなか CNN のやりにもなかなか結構複合的なコンピューティングだなというのが、私の CNN に関する苦い思い出というところで、そんなちょっと小話の後に、今日はですね、マルチモーダル対応システムのおすすめというところでお話をさせていただきたいと思います。本日のアジェンダはこんな感じで、自分についてちょっと喋って、まずですね、対話システムとはそもそもどういうような仕組みで動いているのかというところをちょっとご説明しようかなと思います。おそらくこの中で対話系やられている方ってあんまりいないと思うので、ちなみにいますか？対話系マジでやってるみたいな。やっぱりいないですね。そう、対話は結構冬の時代が長かったので、まだ今あんまりやられている人はいないと思うので、対話システムの基本的な仕組みというのをちょっとご説明します。で、マルチモーダルっていうのは画像であったりとか音声であったりっていうのを複合的に使うような手法なんですけども、それっていうのが対話の研究のどういう課題にどう有効に働くのかというところについてご説明します。で、最後にちょっと現状とか、今後の見通しとかを話して、多分ここまで来るとですね、もうみんな対話システムやりたくてしょうがなくなっているので、今すぐやりたい人のために、ちょっと最後案内をするというところです。おっと、そっか。実はこの間、ちょっとあれですね、せっかく撮ったので、なぜ今、対話をやるかというところなんですけども、ネットさんが出るか、こっちの方がいいか。そう、ちょっと肖像権的に問題があるので、後で配布請求書に入ってないので、ちょっとこの辺から説明させていただきます。なぜ今、対話かと。まずですね、マイクロソフトデコード、ちょうど今月頭ぐらいに開かれましたね。人間のことは理解したインターフェースによって、ホイホイみたいな話だったりとか、Facebook の F8 ですね、2016年、コミュニケーションを求めている方々一人一人と直接やり取りできるボットを設置すると。で、今度 Google I/O ですね、Allo っていうサービス、公開されましたけども、私は検索サービスにもっとアシスト力をつけようと思ってます。そうですか。まさに対話が今熱いと。ボットは熱いという。いろんなもうロボットがもうバカスカ出てきていて、対話システムを作るためのフレームワークっていうのも結構出てきている。多分もう皆さん、左側の可愛い女の子しか見てないと思うんですけども、これはですね、ライブツーリーといって、表情とかを連動させて対話を行うようなバーチャルエージェントを簡単に作れるようなシステムです。というわけでですね、対話システムが今熱いと、オーディションモーダルも熱いというところで、今日はそのご紹介というところで入っていきます。で、私は TIS 株式会社というところに所属していて、もともとは業務コンサルタントをやってました。化学系メーカーのサプライチェーン周りを担当しているという、本当に風変わりな経歴です。で、要件定義から、設計、開発、運用保守まで何でもそうですね。石油の価格って皆さん知っているかどうか分かんないですけど、ものすごく変動するんですけど、その価格の変動に合わせて製品価格を変動するシステムとかを作ってました。全然関係ないですね。で、あとは均等にバンディリストとかもやってます。で、2年ぐらい前に、このままちょっと業務システムやってても、もうなんかちょっと飽きたなと思って、研究をそろそろやり、をしっかりやりたいというところで、今ですね、機械学習自然言語処理を用いて、人のパートナーとなるようなアプリケーションを開発というのをやっています。で、ちなみにキータも、私ちょうど2年前に機械学習ゼロから始めたので、その中で学んだことをキータにちょこちょこ書いてるので、そこをよろしければ見ていただければと思います。
で今やっているのはですね、人とロボットの分業による生産的な接客の実現ということをやっています。右側本当に、これ駅に、双子玉川の駅に置いているロボットなんですけども、まあそこ、まあこういうようなロボットを使って、で、まずはお客さんの呼び込みであるとか、初歩的な接客というのはロボットがまず最初にやると。で、その後に、まあちょっとこのお客さん、なんかちょっと難しそうなこと聞いてるから、人が対応した方がいいなとか、あるいは最近だと、ちょっとこのお客さん、対抗喋ってるから俺にはできないみたいな時に、あの多言語対応可能な人間の方につなぐというようなシステムの今研究をしています。まあ、背景とかいろいろあるんですけど、まあ、この辺は飛ばしましょう。というわけで、まあ、皆さんお待ちかねの対話システムの概要ですね。そもそも対話システムとは何ぞやというところですけども、まあ、自然言語でコミュニケーションを行い、情報を受受することをまず対話と言います。で、まあ、この対話を人間と行うシステム、まあ、機械ですね。を対話システムと呼びますというところですね。でまあ、対話システムと似たようなが、言葉として、対話型システムとか質問応答システムっていうのがあるんですけども、対話型システムっていうのは、その形式が対話型なだけであって、自然言語を使うとは限らないと。だから皆さんがよく使われている、そのコンソールのアプリケーションとかも、対話型のシステムですけど、別にその自然言語を喋ってはいけないので、まあ、ちょっと対話システムではないというところです。で質問応答システムとの違いが一番重要なんですけども、質問応答システムっていうのは、こう聞いたら答えるみたいな、その一回一問一答形式なんですね。まあ、そういう意味では Siri とかもまあそうなんですけども、対話システムとはそうではなくて、複数回の応答を繰り返すというところが一番その重要なポイントになる。つまり、その対話の履歴、その対話の中のコンテキストっていうのを考慮して、何かしらのサジェッションを行うというところが、まあ対話システムのポイントであって、また面白いところであるというところ。まあ、対話システムといってもですね、こう人の対話って結構いろいろあるので、こういくつかその対話システムを特徴づけるポイントがあります。でここでは4つ挙げてます。1点目がまず対話する相手の数っていうことですね。まあ、1対1とは限らないわけですね。こう旅行者の人とかが来たりするので、まあ、こう2名、3名と来ることがあるんですけども、まあ、そのシステムと話者が1対1になる場合は、このマルチパーティー型ということで、まあ、これはもうカオスですね。いろいろ研究が行われてますけども、結構難しい領域になっています。で入出力のモダリティとして、まあ、普通皆さんがイメージするような対話システムっていうのは、音声だけ使っていると思うんですけども、まあ、そうではなくてですね、例えば相手の表情によって反応を変えたりとか、まあ、そういうような、どういうようなモダリ入力を使うのかと。この対話システムにおいて入力をモダリティっていうふうに言うんですけども、音声みたいにこう音声だけ、いう場合はそのユニモードでこれを複合的音声画像、まあ、ジェスチャーとか、まあ、そういうものについては今回取り上げるマルチモーダルというふうな話になります。であともう一個ポイントがもう二つポイントがあって対話システム側に目的があるかというところが一つポイントになります。だからお客さんにレストランをお勧めしたいとかあるいは観光スポットを紹介したいというのはタスク思考型というふうに呼ばれています。で、リンナちゃんみたいなこう雑談してこう本当に目的がないようなやつは非タスク思考型というふうになっています。で、最後にそのロボットの知識ですね、どういうような知識を話すのかというところで、まあ、特定の話題を扱うのか、クローズドドメイン、まあ、要するに、これはシングルとマルチがあるんですけども、まあ、ある特定の知識。先ほどの例で言えば、レストランであったりとか、観光の知識だけについて受け答えができるというのが、まあ、クローズドドメイン。でも、雑談みたいな本当にもう何でもありみたいなやつだと、オープンドメインというふうに呼ばれます。なので、皆さん、対話システムっていうふうに聞いたときは、まあ、これら4つの特徴のうち、まあ、マルチなのかシングル、マルチパーティーなのかシングルなのか、入力はユニモーダルなのかマルチモーダルなのかというような観点を持っていると、どういうようなシステムなのかなというところが、パッとわかるかなと思います。そんな対話システムですけども、じゃあ実際どうやってできているのかというところについて、まあ、ここからちょっと丁寧に説明していきます。これが対話システムの基本構成で、まあ、基本としては入力、つまりユーザーからの発話であったりとかを理解して、まあ、その理解をした結果をこうゴニゴニをして、発話をするというような感じになっています。
まあ、そもそも夏なので冷やし中華を食べたいというような入力が来たともしています。そうするとですね、まあ、この入力をどうにか理解しようとするわけですね。まあ、当然ですけど。で、冷やし中華を食べたいっていうのはシステムにとってはもう単なる音声なので、まず音声を使う場合は音声認識が入ります。で、形態素解析みたいな基礎的な処理というのをこの入力理解のところで、まあ、すでに済ませておく。で、ただ音声だけではなくて画像を使う場合当然あるので、例えばこれ食べたいっつって、こうロボットの胸のタブレットをポチッとなっていうふうに押すわけですね。で、そうすると音声認識的にはこれ食べたいと。で、まあ、これって情報はもう分かんないわけです。で、ただ GUI のタブレット側の入力としてこれというふうにして指示された情報が入ると。そうすると、まあ、これを統合するとですね、これ食べたい、これイコールクリックされた冷やし中華みたいないうふうにして、まあ、マルチモーダルの場合は複合的に入力を捉えるというところと、あとはそれを統合するというような一手間がちょっとあります。まあ、これはちょっと難しいところなんですけど。で、こうして入力がいくつか捉えられたので、今度はそれをによってですね、ユーザーの意図を理解するというふうな話になります。で、冷やし中華食べたいという場合は、まあ、これ、ちなみにこの意図理解には結構いくつか方法があるんですけども、一番一般的な対話行為タイプと属性の集合の話をします。対話行為タイプというのは、その検索の要求であったりとか、確認であったりとか、この対話におけるいくつかの行動のパターンのことです。で、食べたい、要望、要求みたいな感じで、そのユーザーが何を求めている、システムに求めているのかというところをまず推定します。で、その結果、今回はまず検索要求ですよと。で、冷やし中華を食べたいので、まあ、当然、属性、品目の属性としては冷やし中華になると。で、ここで登場するのがそのドメイン知識というもので、まあ、冷やし中華、みたいな感じでですね、そのカテゴリーを推定したりとか、あるいはそのスパゲティを食べたいというふうに言われたときに、普通に、いや、イタリアン料理やとかですね、その上位概念を取ったりとか、そういうことに使用されるのがこのドメイン知識というものです。まあ、これを利用して、入力をより深く理解することができるというところです。で、このようにしてユーザーが何を求めているのかというところが分かりました。あとですね、まあ、今度内部状態の更新というのに入ります。内部状態というのは、その目の前の相手が何を求めているのかとか、てかそもそも俺の状態が今どうなっているかとか、特に動く系のロボットは姿勢とか位置とかあるので、まあ、そういうような、今現在ユーザーが何を求めているのかであったりとか、自分がどうであったりというようなところの状態を収めたものです。で、今回の場合ですと、対話行為タイプが検索要求で、属性は中華で冷やし中華というのが意図理解で分かった。で、冷やし中華ですよねという確認をするわけですね。確認をするまでは音声認識の誤りとかがあるケースがあるので、まだ未確認という状況なんですね。で、この確認を行うことで、はいというふうな口頭があったら、ユーザーと合意が取れたというところで、これは相互信念というふうに言われるんですけども、しっかりとした確認になる。内部状態の更新というところについては、まず入力から意図理解というところで、まず推定結果が入ると。で、その推定結果について確認を行うことで、まあ、それがより確かな相互信念になると。で、その相互信念に基づいて行動を開始していくということです。ちなみにこの行動をどうやって取るのかというのも様々な手法があるので、まあ、今回は一番一般的なものを採用するんですけども、今回ご説明するのはフレーム型というものです。フレーム型というのはですね、この一番左のように、システムが知らなければ、行動するために知らなければいけないところに穴が開いているというふうに思ってください。で、その穴っていうのは今回、ジャンルと品目とエリアになってます。で、今回のユーザーの発売によって、ジャンルと品目については埋めることができました。で、あとエリアを聞けばいいなというところで、エリアがまだ埋まってない。だから、次はエリアについて質問しようと。まあ、こういう選択をするわけです。これがフレーム型の対話というところで、相手の穴を埋めていくというような形式なので、スロットフィリングというふうにも呼ばれる方法です。で、ただですね、これでまだ話は終わらないんで、ちょっとだんだん長くなってきましたけども、これで最後まで安心してください。で、今決まっているのはですね、エリアについて質問してくださいということだけなんです。で、これを自然な文章にしないといけないです。
例えばここにあるように場所はどこがいいですかっていうような話ですね。この自分の行動っていうものをこう滑らかな言語にすると、これもまたなかなか難しい話 で言語表現だけだったらまだいいんですけど、例えば先ほどのマルチモーダルであったら、場所を聞くんであればロボットのタブレットに地図を表示した方がいいとか、あとはもう少し可愛くいくんであればどこがいいみたいな感じでちょっと首かしげさせてみたりとか、こういう 複合的な出力というのをうまい具合に決めて、さらにそれを統合して表現する必要がある。でここまで来るとようやく相手の方にも意図が伝わって、そこをこうぐるぐる繰り返すことで対話進行するというふうな話になっています。で 今までご説明したのがこの対話システムの中の一連の流れになっています。でここにからですね、じゃあどんな研究課題があるのかというところで、ちょっと皆さんの研究者としてのこう意欲をビシビシと指摘していこうかなと思います。対話のモデル化もちょっとあるんですけど、例えばこう、これはですね、もう発話とは何ぞやとか、対話とはそもそも何だったのかみたいな、ちょっと哲学的な議論が巻き起こっているんですけど、ここはですね、もう古典からあまり進展がない状態ですね。まあ、逆に言うと、今もうまさにですね、なんか、俺は対話について何かひらめいた何かがあるみたいなことを発表すると、もしかしたらすごい点が取れるかもしれません。で対話管理については、強化学習がやっぱり今一般的な手法になっていて、でここについては、次のスライドでちょっと詳しく紹介します。でただ一般的な対話管理の手法というのはそれほど大きく変動はしてないです。手法というよりもその手法をどうやって学習させるのかっていうところが、まあ結構ポイントになっているような状態です。意図理解と表現生成っていうところが今一番いわゆる熱い領域で、ここもちょっと後で詳しくいくんですけども、ワードツーベクであったりとか、そのセクトゥーセク、あとはイメージアノテーションみたいな、ああいうニューラルネットからの恩恵が一番大きい分野です。で表現生成の方については、まあ、これは先ほど言ったニューラルネットワーク系で入力から出力までやるという例も結構出てるんですけども、このところはうなずきの生成であったりとか、あとはこうロゴに表情をつけるというような感じで、まあ、非言語要素をどうやって付与するかというような研究も結構盛んです。で対話模型の学習方法ということで、ここが最近まで結構熱かった分野ですね。強化学習、MDP や POMDP、いわゆるそのマルコフ決定過程というようなところを使って、要するに対話のトレーニングをさせるわけですね、システムに。こう言ったらこう、こう言ったらこう、で、適切な返答ができたら報酬が得られるというふうにして、どんどん学習させるというところですね。で、そういう手法が一応盛んだったんですけど、だん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 ですね、みんな、その、なんかうまく学習しねえなっていうことに気づいてきたんですね。それもそのはずで、対話のデータってものすごい少ないんですね。画像みたいにインターネット上に転がってなくて、なんかこう A さんがこう言ったら B さんがこうみたいな感じで、そういうデータがネット上にコロコロ転がってるかっていうとなかなか難しくて、対話のデータ、その少ないデータの中でいかに効率的に学習するのかっていうのが結構大きいテーマになってます。でこれからちょっといくつか研究の方をご紹介するんですけども、そこでも教師なし学習を適用できないかとか、あとアクティブラーニングっていって、その教師の中でもいかに少ないデータで効率よく学習するかっていう手法をやるかと、そこでまあこう本当に様々な試みが行われています。あとはルールベースをいかに組み合わせるかというところも結構行われています。でこちらの方はニューラルネットとどういう風な感じになるのかというところをちょっとまとめています。まあ、一言で言うとですね、右上にあるようにそう簡単にはいかないというところで、なんか文章をニューラルネットワークにこうボンってぶち込んだら、なんかええ感じの返答出てきた、すげえみたいな。まあ、一応そういう雰囲気はあるんですけど、ただ本当にそれで対話できるのっていうとなかなか難しいですというところをまあここで書いています。で特にリンナとかはこんな感じのアプローチなんですね。ワードツーベックみたいな分散表現をぶっ込んで、それを元にして適切な返答を検索してピョッと表示するというようなアプローチです。ちょっとバリエーションもあるんですけども、大体こんなような感じが多いです。でただこれって、じゃあ文章の中身理解してるのっていうと、まあそうではなくてですね、なんか雰囲気に合わせた、まあ、人だったらそういう返答をすること多いよねみたいな、そういう感じで返答しているだけなので、雑談とかには向いてるんですけども、ちゃんと相手の言ってることを理解しないといけないという、例えばタスク思考型みたいな、さっきのレストランで言ったら、そのレストランの店名を理解しないといけないというようなケースに通用するのかっていうと、なかなか通用させるのが難しい
というのが現状です。でマルチモーダル情報っていうのもこれもイメージキャプショニングが出てからこうバリバリあもう画像の次動画だぜみたいな感じで、まあ、どんどん言ってるんですけども、確かに状況の理解には結構いいんですね。例えばペッパーみたいなロボットがいて介護施設にいると、でお年寄りが階段から落ちそうだみたいな、そういう状況を理解するには結構適してるんですね。でただ対話中に役に立つかっていうと、対話中って別に相手もう目の前にいるので、その男が目の前にいるしか分かることは何もないと、まあ、それで何かいいことあるのっていうと、まあ、そうでもないというところで、対話っていうよりはもう少し例えばですね、動き回れるような施設の中をこうぐるぐる動き回って、例えば不審者を発見したりとかですね、こうなんか病気で気分が悪そうな人を発見するとか、まあ、そういうようなことが出てくれば役に立つだとは思うんですけども、対話そのものに寄与するっていうのはなかなか難しいというところですね。で本日の本題ですね、マルチモーダルはじゃあどういうふうに役に立つんだというところです。まずお題目として、コミュニケーションの成立には非言語情報も欠かせないというところがあります。これはまあちょっといろいろ語弊がある形で引用されている論文ではあるんですけど、人が相手の発話からその意味を理解する際、言葉は 7%、 声 38%、 表情 55% の割合という研究結果もあります。このことからも、あれ言葉 7% かよ、これはちょっと限定された環境の中での実験なんですけども、やっぱり非言語情報っていうのがコミュニケーションにおいてはとても欠かせないというところですね。例えば皆さんこう議論とかするときに、はいあなた次どうぞとか、こうあえて明確に言ったりしないと思うんですけど、そういうのは話者の交代であったりとかですね、あとはあなた今私の言ってること分かりますか、分かりますかとか、こう何度も確認するとすごいうざいやつだと思われると思うんですけど、そういうところ、そういうその非言語のコミュニケーションで相手との、その相互理解を成立させるとか、そういうところが結構人間は無意識でやってるんですね。で対話システムで、対話システム側がこの非言語情報を理解できていないと、なんかすごい使いにくいシステムだなっていう印象を受けるんですね。だから皆さんが例えば、まあ、今までですね、駅の対話システムとかで、なんかこう、ものすごくゆっくり丁寧に喋らないと、なんか言ってくれないし、こっちが急いでるかどうかも察してくれないし、なんか使いにくいなみたいな風に感じているのは、それはなぜかというとですね、対話システム側がこの非言語情報というのを理解してくれていないからというところです。なので将来的に何らかのシステムとスマートな対話を行おうというふうに思ったら、このマルチモーダルの情報の理解というのは不可欠であるというところが、このマルチモーダルを使う理由というふうになっています。はい、ここまでが対話システムの仕組みと、あとは対話システムにおける課題という感じです。でここからですね、ちょっと、じゃあどんな研究が具体的にあるのというところで、ちょっと肩の力を抜いて、いろいろ聞いて、楽しんで聞いていただければなと思います。まずですね、ちょっと紹介する論文の前に、ちょっと論点を整理しておこうかなと思います。対話システムの論点として、まず対話を始める前と対話をしている最中というのがあると。で対話をしている前から対話中にどうやって入るのかという問題がまずあります。つまり、いかに対話を開始するかというところですね。このいかに対話を開始するかというところが、この左側のエンゲージメントというふうに呼ばれる研究領域になります。研究領域っても、実はそんなに大層にまだ研究の本数ないんですけど、まあ、そういうようなものがあると。であと、対話している最中っていうのは当然、何を言うかな、こうどう喋るのかみたいな問題があると。これがダイアログマネジメントというものです。で、こう調子に乗ってずっと自分ばっかり話してるとですね、こう非常によろしくないので、ターンテイキングというふうにして、相手と自分側でいかにこううまく会話のボールを、パスし合うかという問題があると。この3つの観点で、ちょっといくつか論文を紹介して、いこうかなと思います。まずエンゲージメントですね。どのようにしてユーザーとの対話を開始するのか終了するのかというところで、こちらはですね、マイクロソフトリサーチの論文でエンゲージメントの研究を行っているものです。でこれ右側、何やってるのかというと、エレベーターホールの前にロボットがちょこんと座っているわけですね。でエレベーターをこうウィーンと上がってきた人に対して、会議室がどこですよというところを教えてくれるロボットというふうになっています。で、このロボットの下の方にある画像というのは、今まさにこうウィーンとエレベーターで上がってきた人たちのわけですね。でこの人たちのカメラに映る顔の状態であったりとか、その位置であったりとか、
あとは大きさ、その、あとはロボットとその人の位置関係みたいなものから、ユーザーが迷っているのか、俺に話したいことがあるのか、俺による案内を求めているのかというのを推察します。で、その推察結果っていうのがある確率で表現されるんですけども、その推定結果がある必要が高ければ、どうしたんだい、俺に案内しようかみたいな感じで話しかける。逆にもういいよみたいな感じで、こうフィフィって言っちゃったら、適切に対応を打ち切るというような感じの研究がまずあります。で、まあ、この研究の意義なんですけども、対話システムからどうユーザーにアプローチするのかっていうのは、こうとても重要なポイントなんです。というのもですね、既存の対話システムってものすごくこう話しかけられるのを待ってる、いわゆるこう受け身型システムが非常に多いんですね。で、実際私ペッパーの案件いくつか出たりするんですけども、ペッパーとか置いてみても、なんかどう話しかけていいから、なんか分かんないからすごい怖いとか、なんか何ができるか分かんないみたいな感じで、もうなんかこう誰にも相手にされてですね、もう独り言言ってるような感じで放置されることが結構多いんですね。まあ、これは経験なんです。で、なのでシステム自身からまず自分が何ができるのかっていう機能をアピールしたりとか、まあ、それを求めてる相手を探したりするというのは、まさにマストな機能になっていくんじゃないかなと思います。ちなみに余談なんですけど、まあ、とあるお客様です。ではですね、こういう機能をやってなかったので、こうロボットの使い方を説明する人間を置くっていう、なんか謎の2人体制が起きて、おいおい、それって一体ロボットを導入した理由って一体何だったんだみたいな感じで、ちょっとなんか次元の法則を招いたりするので。まあ、こういうようなそのシステム自身が何ができるのかを説明するっていうのが、まあ、とても重要というところで、で、当然この段階って対話が開始してないので、もう自然言語情報なんて取れるわけないです。なので、この状態ではマルチモーダル情報というのが非常に重要な手がかりになるというと。次ですね、どのタイミングで発話すべきかと。これ特にマルチパーティー型でありがちなんですけども、例えばこう2人組でなんか観光スポットを訪ねたい人たちが来たと。で、こう A さんが B さん、隣の人に、ね、どうするとか言ったときに、こうシステムが謝罪出てきてですね、それはですね、とか言うと、なんかものすごいイライラすると思うんです。というわけで、特にマルチパーティーの場合は、システムに対するこう、まあ、いろんな音が入ってくるんですけど、それに対して応答義務があるのかというのをちゃんと判定しないといけないんです。で、これは結構難しくて、雑話はもちろん独り言はですとかいろんなものが入るので、まあ、ここから結構正確に応答するというのが難しい部分で、そこに関する研究も数多あるというところです。この杉山さんたちの研究では、言語情報を一切使用しないでですね、音響情報とユーザーの姿勢のみから自分に応答義務があるのかとかを推察するという結構面白い研究をしています。というわけでですね、オンザボールじゃなくオフザボールの動きも重要なんです。これはサッカーと同じですね。こうまさにボールを動いてない、持ってない間、いかに動くかがとても重要です。というのもですね、まず発話のタイミングを見計らってないといけないですよねと。いつこう自分にパスが来そうなのか。で、あとは、いつ自分がパスを送るべきなのか。で、あるいは、いつ自分が対話に介入すべきなのかというのをこう常に見計らっている必要があるんですね。まあ、そうでないと、ユーザーが本当にメール的に話しかけてくるときじゃないと、対話を継続できないというような、まあ、先ほど言ったその非常に使いづらいシステムになってしまうと。で、今度はですね、まあ、じゃあ、パスを受けたりとか送ったりしないといけないということが分かったときに、どういう発話をしないといけないのかっていうのをまずもう考えておかないといけないです。だから今の議論の焦点が何なのか、例えばそのディズニーランドに行きたいか行きたくないか話しているのか、それともその山に行きたいのか海に行きたいのか、その場所の話をしているのかとかですね、あるいはそのユーザーがその今悩んでいる状態なのか、それとももう意思決定を急ぎたい状態なのかとかですね、それによってどういう発話を繰り出すかっていうのは非常にとても変わってくるわけですね。なので、このオフザボールの間にユーザーの思考であったりとか、あとはその議論の行方みたいなものをどういうふうに見計らうのかっていうのは非常に大きい問題になっているというところです。で、この場合も当然こう常に自分に話しかけてくれるわけではないので、言語情報っていうのは利用できるものには限りがあるというわけで、このマルチモーダル情報というのがこのオフザボールの動きにとってはとても重要になるというところです。ここからまあいろいろ語弊がある画像が続くんですけど、ユーザーの意図をどれだけ正確に推定できるかと。まあ、これちょっとですね、ユーザーに合わせた対話で、そのパーソナルトレーナーを作る試みなんですけど、
実際、論文はリハビリ用なんで、こんなことされてると、もうリハビリもクソもなくてですね、もう腹筋が死んでしまうという、ちょっと悲しい、まあ、ちょっと面白画像になっているんですけども、これはですね、ユーザーがちゃんとそのリハビリの運動できているかどうかっていうのをちゃんと察してあげて、まあ、それに応じてシステムの挙動をちゃんと変えてあげるというようなシステムを作ろうというものですね。ユーザーの状態を見て、適切な指導をするというだけではなくて、そのうまくリハビリできたら褒めてあげた方がいいのか、いやいや、お前はまだいけるみたいな、こう厳しくこうガンガン言った方がいいのかとかですね、そういうようなお題を学習して、ユーザーに寄せた、ね、パーソナルトレーナーを作ろうという、まあ、結構面白い論文です。というところもあれば、今度はオンライントレーニングというものもあってですね、マルチモダル情報を利用した発話意図理解というもので、これは Java のプログラミングを学ぶ、なんかこうチュータープログラムみたいなものなんですけども、その生徒の発話意図っていうのを理解するために、生成やジェスチャーといったマルチモダル情報を活用している。ちなみに皆さんにちょっと経験あるのかもしれないですけど、講義とかですね、あんまりわからなくなると、こう片肘ついたりするらしいんです。で、片肘ついてるような時の対話っていうのは、質問の可能性が高くなるみたいな傾向がどうやららしくて、この論文中の精度かなりいいんですけど、生徒のその姿勢だったりとか態度を推察することで、発話の内容のその言語情報がわからなくても、どういう意図の発話なのかというのが推定できるなと。で、ちなみにしかもですね、もう発話、言語情報がなくても、この姿勢とかだけでも結構、ベースラインの精度を超える精度を出せていてですね、そういう意味では、やっぱりこのマルチモーダル情報というのでがっていうのが、その相手の正確な発話の理解というのにかなり大きく貢献するというのがわかるかなと思います。まあ、こちらちょっと対話にはまだ組み込めてはないんですけども、表情と音声を利用したユーザーの感情理解というので、こちらはまあ表情であったりとか発話を利用して相手の感情を推定してしようじゃないかというような研究です。で、ここでやっぱりポイントなのが、ユニモーダル、つまり表情や音声どちらかだけでは精度に限界があるというのが研究で分かったところというところで、まあ、これらを組み合わせると、相互補完的に精度を上げることができるというのが分かったというのが、まあ、この研究が言っている結構大きいポイントになっています。ということでですね、ユーザーの意図を推定するのに、やはりマルチモーダル情報は有用ということなんですね。で、これ実際そうなんですけど、例えば、じゃあ有用だと。だから、その音声とカメラ画像を使おうじゃないかっていう話なんですけど、これ実際やるとですね、そのカメラから結構ユー、カメラが結構ユーザー見失うんですね。で、見失って情報が欠落するとですね、もう、そういう精度が上がっちゃうという、ちょっと本末転倒な事態もあって、で、今まで、ちょっとご紹介、先ほどご紹介した3つの研究っていうのは、まず、ユーザーのパーソナルトレーナーは、ユーザーがちゃんと目の前にいて、チューターの方はしっかり椅子に座っているというふうな感じで、ユーザーの位置は固定されているんですね。で、一番最初にご紹介したエンゲージメントの研究っていうのは、エレベーターホールから上がってきた人間がもうしっちゃかめっちゃかに動くので、で、そこでそのフレームアウトとかが発生して、推定精度が著しく下がるみたいなことがあって、結構、マルチモーダル情報を使うといっても、その取得の信頼性の向上っていうのは、やはり課題としてあるというのが現状ですというところです。で、あと、取得したマルチモーダル情報をじゃあ一体どうやって統合するのみたいな話も結構難しい問題で、なんか顔はすごいなんか厳しいんだけど、発言はなんかすごい出れてるみたいな時に、どういうふうに、つまり画像の情報を優先すればいいのか、言ってる内容を優先すればいいのかっていうのはすごい難しくて、これっていうのも今後の課題になってくるようなところというところです。書いてる今後の見通しということで、マルチモーダル情報の統合、マルチモーダルの生成で、その最適化というのは非常に大きい研究課題になっているというところです。まず、マルチモーダル情報についてはどこから取るかっていうので、結構ウェアラブルのデバイスとかが浸透してきて、取れる情報が非常に増えているので、音声、画像、センサー、例えばマイクロソフトのデコードの例で、在宅医療を機械学習であるという例が表示されたんですけども、それっていうのは在宅医者の中にこの脈拍センサーをつけて、で、危なそうな人を予測するみたいな話もあったんですけども、そういうふうにしてデバイスを身につけるというのが一般的になってくると、取れるマルチモーダル情報というのは非常に増えてくるというところはまずあります。で、まあ、センサーが増えてくるんですけど、それとともに何を取るのかっていうのも結構重要になってきますし、最終的にはやっぱりどう組み合わせるかですね。
脈拍が高いからといってこう常に解けるなんか接戦に対して恋愛感情を持っているとは限らないですし、だからどういうふうなとこから何を取って何を優先して判断をするのかというところが非常に大きいポイントになってきます。であとあんまり研究がないマルチモーダルの生成というのも結構問題で、なんか人間だとテンション高くなった時にこうわーとかやったりすると思うんですけど、そんなことをやろうと今のところなかったりするの でこれが大きい問題な理由は1個あって、ロボットが対話システム側がマルチモーダル情報を生成しないと人間側も無表情になるという問題があるんですよ。これは経験談なんですけども、皆さん多分タブレットとかに向かってなんかこうめっちゃ喜んだりとかニヤニヤしたりしないと思うんですけど、これも対話システムと同様でロボット側がなんかこうすごいジェスチャーしてたりとか、なんかあそれいいじゃんみたいなこうテンション高めでいかないと人間側も抑揚がなくなったりとかジェスチャーを出さなくなるんです。なのでこのマルチモーダルの生成っていうのはこう面白おかしいっていう意味で重要っていうところではなくてですね、人間側のマルチモーダル情報を喚起するっていう意味でもこれをやっていかないとそのうまくコミュニケーションが取れるあのシステムにならないというので結構重要なポイントになってます。であとはやっぱり最適化というところですね。でマルチモーダルの学習データってそんなにこう量産できないので、やっぱり少ないデータで効率よく学習する必要があるというところですね。特に対話中に学習したりとか、対話後にこうなんか振り返って学習したりとか、その実際システムを使う中でそのオンラインで学習するようなフレームワークっていうのがやっぱり今後研究していかないといけないと。つまりまだ未発展の熱い分野というところです。でこれは一番最初にもご紹介しましたけども、コミュニケーションロボットであったりとか VR みたいなものが普及して市場のニーズは拡大していると。もうロボットなんて本当に1ヶ月に1体ぐらい新しいロボットが出てるんじゃないかぐらいな、もうバカスカ出てるような感じですし、 VR のコンテンツも最近は Unity とかで結構手軽に作れるので、おそらくその VR 端末が普及すればその VR コンテンツを開発する環境というのも結構普及するんじゃないかなと思います。そういう意味ではやっぱりこう熱い市場的展開があると。そして研究やりがい的視点ということですね。マルチモーダル対話というのはもはやもう機械学習の総合格闘技と言っても過言ではないというところで、まず画像を知らないといけない、その対話を知らないといけない、音声を知らないといけないというところですね。もう一つの機械学習では満足できないあなたにはぴったりの全部研究できるよ、もうこれはやるしかないみたいな感じです。もうこれはもう乗るしかないこのビッグウェーブにみたいな、もうマルチモーダル対話最高ということで、もうみんなちょっと今もうマルチモーダル対話やりたくてしょうがなくなっていると思うんで、もうそんな人たちのためにもう今すぐやりたい人のためにちょっと導入を用意しています。でこの対話システム人言語処理シリーズというのはこの非常に分かりやすい書籍で、もうこれ本当書くの大変だっただろうなっていうふうに思うぐらい、今までの歴史であったりとか現在の研究状況で、あとこれから対話システムがやらなければならない研究というのが一冊でまとまっているので、もうこれはもう今すぐ読むしかないみたいな、そういう本です。この本をもとにですね、後輩が頑張って Python でレストラン生成の対話システムを作って、それを記事にまとめているので、こちらの本を見ていただくと、今すぐ作れるという感じになると思います。で、あと、対話システムなんか作りたいけど、ちょっとアイデアないなっていうときは、こちらの方、最近ですね、対話ボットだらけの勉強会というのを開催したんですけども、これ多分、ね、左側のスライドの画面見ていただくだけで、もういろんなボットがあるのがわかると思うんですけど、こういうのをちょっと見ていただいて、ちょっとボットのアイデアを得ていただけたらなと思います。というわけで、もう今すぐやるしかないというところで発表を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は6人の発表者のうち2人欠席だったので、みんな頑張って尺を伸ばそうってチームワークを発揮してたら、平均して1人倍ずつ喋ってくださいね。あと1人講演者を残してもうすでに終了時間を10分過ぎてるっていうことです。これを分かった上で質問ある方ないですね。すいません、 ある方いらっしゃったら本当にでぜひなんですけど、あ、じゃあお願いします。普遍的でないというか、同じ感情を持っているから同じように振る舞うというわけでも なくて、まあ、個人差だったり文化にも差があったりすると思うんですが、そうしたものはどういうふうに扱っておられるでしょうか。今のところそれについてはもうその
一般的な所作を前提とするしかないみたいな話が結構あるようなところもあって、一回僕ら音声からの感情認識っていうのをやってるんですけど、その音声データは外人のやつだったんですね。で、まあ、外人ってオーバーリアクションなわけですよ。なんかワオーとかなんかそれハッピーみたいな感じ でこれ日本でやると全然うまくいかないっていう、まあ、そういうような状況があったりして、だからマルチモーダル情報についてもその特にジェスチャーには文化的なものとかもあるので、そこのところについて、例えばアメリカでうまくいっているそのマルチモーダル情報を取り込んだ対話システムっていうのが日本でうまくいくのかっていうのはその限りはないですし、だから、まあ、機械翻訳みたいなものと同様なんですけども、やっぱりローカライズが必要かなという印象は結構ありますね。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。はい、というわけで、すいません、足早いなったんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。